ほー、メイクしてある、メイクしてないよ、全然メイクしてない。ひでゆきにんさん、ハートたくさんありがとうございます。台湾さんもハートありがとう。ジョージズケンさんも流れ星ありがとうございます。 WY さんもクマのパンありがとう、ハートもありがとう。おひまさんもハートありがとうせっこうさんもミルクありがとう。ひゆきりんさん食パンありがとう。ジョーナツさんも流れ星ありがとうございます。クレアさんも流れ星ありがとう。カッチーさんもだるまありがとう。ということで、え、ちょっと待って、ダサすぎ、見てヒートテック出てんの。ちょっとねやこさん、お茶ありがとう。今日も始まりました、ショールームです。あやか、音符ありがとう。かっちーさん、星たくさんありがとうございます。ありがとう。今日あったかいんだって。え、今日あったかい？何度？15度。15度ってあったかいの。ドアラさん、食パンありがとう。ハラチュンさん、おにぎりありがとう。グーさんもミルクありがとう。カホーさん、流れ星ありがとう。にゃこさん、おにぎりありがとう。100キロお届けですってありがとう。なんか超鼻声じゃない、鼻声じゃないよ。カラーさん、なにこれ、これなに、クマの、クマありがとう。ブラシャンさん、結婚してありがとうございます。ようやく花びら満開だね。だって本当だ、じゃーん。最近鼻声続いてそうなの、やだ、なにこれ、花粉症です。私、鳥居さん、食パンありがとう。ガンギマリさんも流れましたね、おにぎりありがとう。みやこさん、かわいい、ありがとう。トリスさん、おにぎりありがとう。鳥居さん、ハートありがとう。アキランさんも食パンありがとう。僕は目声、なんだ目声って、やばい、引っかかった。今日はですね、もう6日 ?6 日だ今日。ダミチンさん、面白いわね、ありがとうございます。6日だもう今日、早いね。 あと今日やって、明日で、びっくりじゃない、早くないって。ついに明日でこのイベント終わっちゃう。ハニマルさん、おにぎりありがとう。もう6日か、早いな。ジュンくんさん、おにぎりありがとう。明日でドローン、明日でドローン、やばい。ジュンくんさん、おにぎりたくさんありがとうございます。せっせき出た。そう、待って、充電がやばい気がしてきた。充電器取ってこない、充電器いつも持ってきてるのに今日忘れたよ、向こうに。ヒーナ可愛い、めっちゃ顔タイプだって。嘘、
この感じで。ブラジャンさん、かわいい、ありがとうございます。三橋さんもハートありがとうございます。なんかないかな。そうだ、私最近なんか、え、じゃあそうだじゃん、なんかないかな。あ、みんなさ、おパンチューサリーって知ってる？ネイル見せて、これまだこれ変えないとね、そろそろ。おパンチューサリー知ってる？みんな、おパンチュー、おパパなんとかつづづづさっき履くの？履かないの？履くの？履かないの？みたいなやつ。たまたまたまさん、ハートありがとうございます。ポッチャマ派だって、ポッチャマ派か。ポッチャム、待ってね。UFO キャッチャーで撮ろうとしてたらって。UFO キャッチャー、え、待って、私さ、君マロに似てるって言われるんだよね。言われるっていうか、待って、嘘ついた。君マロに似てるって言われる、そんな言われないな。でもちょっと自分でも思うんだよね。君マロに似てるって。君マロって知ってる？ね、調べたら分かると思うんだけど、その多分同じ種類、おパンチウサギとかも同じ種類なんだけどさ、君マロ、君マロ、なんか君マロって調べたら全然違うの出てきた。ほら、カズオさん、流れ星ありがとう。最終審査の4月12日から5時は開けとくよね。ね、そうだよね、そうなんだよね。そう、黄色のやつ、え、嬉しいのって、うん、え、なんかこれ君マロに似てる、そう、顔がね似てるならしいんだけど、なんかね似てるやつと、待って待って、なんか、え、なんて調べたらいいんだろう。君マロポッチャマ、君マロのグッズに似てるんだよ。君マロ赤や、そっちの君マロじゃない、なんかね言われたことあんだよね、2回ぐらい。これてた、似てたかしら。
きみまろの方が可愛いだって。おい、でもわかる、可愛いよね。で最近おパンチウサギ可愛いなって思ってて、 LINE のさおパンチウサギの着せ替えがあるんだけど、それ見てほしい。マジで可愛いから、マジ可愛いよ。本当に可愛いから。今私それにしてる。なんなら。今それにしてます。私のLINEの着せ替え。ちゃちゃらちゃちゃら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 。ワンタンメンさん、ピカピカありがとう。キマラの止めてたらの棒になりだって。え、待って、やっぱり充電やばいから、ちょっと待ってて。充電よいしょ。こうやって、てかちょっと待って、私今思ったんだけどさ、メイクしてこのイベント中メイクして配信したこと全然なくない？しおちゅうさん、ピカピカありがとう。お出かけ小、お出かけ小ザメっていうキャラクターのスタブ使って、なんだそれ、逆に知らない。いやあるけどさ、1回とかだよね、1回とかだよね、そうだよね。1から18の数日前で好きな数字2つ、数日前、1から18の中でってこと。7と8すっぴんで2キーパーされて、で本当にさ、ありえなくない？すっぴんでやってるよね、ずっと。昨日も今日も一昨日もその前も。え、信じらんなくない？本当にさ、やってること。ああムーニーマーさん、ハートありがとうございます。ジュンくんさん、お弁当ありがとう。それで2位がすごすぎるって。いや、皆さんのおかげです。だって私一人のだったらこんな2位なんて取れてないもん。そうでしょ。ひろひなしさん、おにぎりありがとうございます。いきそうさん、ハートは、ハートありがとうございます。ひろひろしさん、おにぎりありがとう。しおちゅうさんも、ミルクありがとう。みんな可愛いんだって、同じことだって。しおちゅうさん、お茶ありがとう。これさ、ちょっとヒートテック出てるのちょっとダサいね。ちょっとっていうか、だいぶ。え、9日連続配信だって。なら、もうそんなに経ったんですね。ちょっと待って、なんかショールームしてるとさ、くしゃみめっちゃ出そうになる。ごめんなさいね、かわいいくしゃみじゃなくて、ヒクチュンみたいなさ、くしゃみがかわいいのにね。離脱しましたって、バイバーイ。くしゃみ助かる。え、なんで？ショールームアレルギーかなって。ショールーム花粉を土地放って
で無理やりひなこちゃん見えてしまったと。ほんと無理やりひなこ、ちょうかちゃんどんなくせ見せるだって。わかんない、いたって普通で。百とめのくしゃみはおもろい気がする、確か。おもろいっていうかなんか、え、ちょっと忘れちゃった。あのさ、名前攻撃がすごいな。ほんで迎えに来て、さんおにぎりありがとうございます。それでもうちょっとしたらね、学校始まっちゃうんです。どうしようかって。ユンユンさん、ハートありがとう。どうしようか、どうしよう。学校始まって、しかも3年生の時より、ちょっと単位がやばいの、単位が。春休みね、それな。春休みさ、みんなは春休みいつからいつまでだったの？みんなの春休みって みんなの春休みはいつだったの？一体駅の定期券あれば大変なやつになってた。そうじゃん、その時期じゃん。あれは絶対休みだって。本当？本当？2、3月いっぱいだって。ああ。じゃあやっぱ大学生って長いんだ。大学生って長いよね。大学生って長いよね。だって1月20何ぐらいから4月の10何とかまでだもん。休みだからかゴールデンウィークも仕事で全滅し停止ましたって。マジ？ゴールデンウィークも仕事とかあるの？そやん、なっかね、長いでしょ、超長いの。長い分終わっただけで絶望感が大きいだって。確かに、だってもうさ始まるんだけどさ、そろそろ早起きとかさしないといけないんだよ。辛くないって。なんかこの鼻声の声ちょっと気に入ってるんだけど、なんかロマンチックな声してない？まだ大学行く年、大学行く年じゃない。え、いくつ、いくつ、いくつ？一陣あるの、聞いてください皆さん。私3年生前期一陣ありません。ありがとうございます。一陣なんとありません。結構勝ち組じゃないって。そうだ、 YouTube ねなんかあげたんですよ。告知しないと。
YouTube ありました。みんな一つも告知せずに YouTube 入れたから、いつの間にって感じだよね。え、そう、1年前のちなみに1年生前期後期、2年生前期後期ずっと1年あったから、そうそう、だからすごく、だって2限あったっちゃ、あ、2限もありますね。だから2限もあります。でも早くて2限だからすごくない？一周登録ちゃんとしたんだって。した。そう、ドバイじゃないっていう、先にあげちゃったんだ。もうドバイの公演もありますよ、もちろん。一巡内の最高、もう倒れる。ずっと一巡あったから、一巡内のがね、やばいね。さすがに。のたつの名前攻撃ちん、ちんちん、ハートありがとうございます。ダメだよ、うちの番組に出演してしまってる女子プロゴルファーが発言しましたって。すごい、誰だろう。朝ゆっくりできるね。そう、朝ゆっくりできるの。2限も早いけどね。でも私1限の時とかいつも6時起きとかだった。6時、遅くて6時半起き。史上最低の名前攻撃だって。ほんとそう、花粉症ですか？だって花粉症。え、それは一年ね。だからね、一年ね、辛いのよ。特に1年生の時なんて一年結構あった気がするんだけど、月曜一年だったからね。そもそも月曜一年ってきつくない？その土日を挟んでからの月曜一年がきついね。あやか、ハートありがとう。一流はマジで地獄ね、本当にそうなの。本当にそう。まだアイドルしそうだね。アイドルしてた時はね、結構大変だったね。月曜一流が、一流あったとしても月曜っていうのがね、きつすぎてでしょ。2年生以下は3年間しかやってない。マジでなかったんだ。じゃあ羨ましい。それ考えたら大変だったな、早起きで。しかも1年生の頃なんてちゃんとメイクして行ってたから、だから6時とか6時半起きで。今学期1年参加あるだって。うわー、やって考えたらないの。めっちゃいいじゃん私。
私ない。2限、早くて2限。ラッキー。ぐるぐるさんあたりがとう。さしすせそうさんもあたりがとう。まぼろしさんもあたりがとう。2人生活3人からたちで単位する。単位って本当になんでこんな大変なの。一人がないからと復習しちゃダメだよ。だってそうだよね。でもね、私ね、2限だけ早くて、しかも全級作れたんだよね。まくりなしさんまだありがとう。やるの？ん？間違えた。単位足りるのかだって。うん、多分多分。向井田さんお茶ありがとう。いつか大学行こうと思ったのって。いや、でももともと行くっていうのはもう決めてた頃、ただどこ入ろうかなみたいな。そんな感じです。もう3時のおやつじゃん。今日もみんななんか食べた？さすがに食べた？3時だけど。バーベキューさんハートありがとう。最初から東大しよう。あ、でも中学生の時に塾通ってたんですけど、中学生の時にその高校受験のために塾通ってて、その時かな、行ってました。塾長とかに、ハーバードに行きますと、東大に行きますって。めっちゃお腹鳴る。カリーナイスパスタ。あ、もう食べてるんだ。そうそう、ってでも言ってたんだよ。塾長にかましてた、かましてた。めちゃくちゃ。鳥さん食パンありがとう。めっちゃ言ってたね。なんかで、え、無理だよみたいな感じって言われて、でも紙に東大に行く、ハーバードに行くとか書いて、ホワイトボードとかに。鳥さん食パンありがとう。なんか夢描きすぎだよね。ね、可愛いよね。でもそんなこと言って、そうで東大医学部に入学しました。ありがとうございます。お花見行かないね。お花見そう行ったって。え、じゃあ、あのさ、中目黒のお花見ってまだやってる？
やっているのならばひなのんと行こうかなって。でもひなのんもひなのんでね、なんか忙しいよね。ちゃんと夢を叶えた、そう叶えたの。今が見どころ。あ、本当に。え、じゃあでも待って待って、じゃあ こういう時に、でも忙しいよね絶対にね。今イベント中なんだ。タムがお土産もらってないって。え、何のお土産？ドバイ？もしかして。え、一つ言っていい？あのお土産買ったんだけど、あ、合わなさすぎて賞味期限やばいよ、切れてるよ。でも合わ、だって合わないじゃん、うちらって合わないじゃん。いや本当に山田とね合わないんだよね、なんか、うん、なんかずっと家にいるから。え、そっちに切れててもいいなの、あげる。嘘だけど。でもまた今度、本当は合わないんだよね山田さん。こうやってさ目変えたらさ絶対待つじゃん。あ、取れてなかった。そう、な、会うってなってもこう、ああいうひなのね弁当とかね。外に出さないといけないね。で、何の話しようとしたんだっけ。あ、お花見だ、お花見の話。ね、超インドアだよね、面白いぐらいインドアだよね。出会って誘ったら来るんだろうけど。お花見したいな。ひなのんが行ける日とかないかな。昨日もひなのんとずっと LINE してたよ。仲良しでしょ。ビアちゃんのお花見編、お花見編、あ、お花見も YouTube ってこと。私はインドアでもあるしアウトドアでもある、どっちも行ける。どっちの日もある。それみんなか、それみんなだよね。でも偏ってることがない、どっちもお持ちになってる。日によるくない。でもでもさ、ちょっとやっぱりずっとすっぴんでやってるのやばいよね。明日はちゃんとメイクしようか。え、待って、明日さ、明日の配信時間決めとこう。明日にさ21時59分までだね、イベント自体は。合ってる？21時59分までだよね。だから、え、ちょっと一つ聞いていい？
あのさ、21時59分で終わるじゃん。で、10時からは別ってことでしょ。だからそんなに、じゃあ例えば、じゃあ例えば7時、何時にしたらいいんだこれ。9時59分まで、8時から9時まで、9時からずっとやってもいいってことでしょ。だって2時間しかやっちゃいけないってあったけどさ、もうその9時59分超えたら、なんていうの、関係ないよね。かき氷さん、お茶とミルクありがとうございます。たまたまさんハート売れてます。日暮さん、ありがとうございます。かき氷さん、おにぎりと食パンありがとうございます。あ、なんかさ、イベント時間過ぎたら勝手に切れないやつ。え、だからさ、ちょっとさ、過ぎてさ、イベント終わっ、9時59分までイベントだけど、それ終わってからみんなんていうの、普通の配信になるってことでしょ。で、ちょっとさ、それはしたいからさ、だから8時からやった方がいいのかな。合ってる ?8 時からやった方がいい。なんかその最終みたいな。わさびさん、おにぎりありがとう。しのさんもハートありがとう。ひなこの、ひなこの食パンありがとうございます。何時まで配信しますかって。え、いついつ、明日のこと。ゆういちさん、ハートありがとう。そうだから、ハートじゃなくって8時から。おひまさん、ピカピカありがとう。でいいですか、8時からちょっと10時以降まで。最終日だからさ、やっぱり、お腹減ったから今からビビランチーノ作りますって。食べたい、ちょうだい、とろけて。明日8時からです。ついに最終、早いよ、お供の。さすがにメイクする。明日は最終日ですから、ちゃんとメイクしたいと思います。ごめんなさいね、こんな、で、明日が7だから、そんな感じですね。さすがに最終日まですっぴんで終わるわけにはいかない。あえて最終日まですっぴんって言うてもらって、ほんといいのか。梅っちさん、おにぎりありがとう。今日は時間どうする。今日はこれ36分ぐらいから始めたよね。私どうだったっけ。すっぴんのままでも余裕でしょ。そんなことない。35か、35から始めてるか。じゃあ、そうだな、
まあとりあえずその辺で終わったとして今の枠は。そしたら次は4時からする。4時。4時から5時まで。オッケーってことは4時20くらいと思って。そうだよね。で私ちょっと今日5時半から予定が入ってるのね。まあ予定って言ってもメンテナンス、自分をメンテナンスする予定がえどういうことって感じだよね。普通にあのマッサージ入れてて、もともとしなさんあたありがとう。そうメンテナンス、最近聞いてほしい。最近首と肩がめちゃくちゃ痛くて、なんか自分でも痛いなみたいな。マジ四十肩、マジで四十肩なんだよ。寝違えた。いや寝違えてはないと思うんだけど、なんか最近ね痛いんだよね。ちょっと痛い。だから四十肩になっちゃった。スナメタルさんハートありがとう。四十は言い過ぎだって。言い過ぎか。そう、マジで四十かと。22歳にして四十か。22歳じゃない、20歳ね。20歳。えでもさ、え待って、面白いんだけど、今年私21でしょ、山田京子22でしょ。え、怖。首と肩と首痛いの一緒。いつも高周波低周波使ってる。だって使ってるってどういうこと。でも大事だよマッサージとか行くの。マジで肩上がらなくなるから。だって本当に。じゃあさ、コートができないってこと。部屋にマッサージされたなんて。え、そんな人いる？メンテすぐしてだって。そうだから今日ね行けるのが嬉しいんです。私みんなも行った方がいいよ、自分の体。でお花見来てんだよね。おひまさん流れ星ありがとうございます。ねこのさ、ファンが65人になりました。このファンってなんだ、ショールームのさファンって何の制度だろう。特に意味ない。結構さ、おにぎりありがとう。
25分にランキング、そうだね、とりあえず25分、うん、25分にランキングも。なんか出てくるね、出てくる、これなんだろう、ファンレベル10以上の人も人数、え、やばい、伝わんない、あ、伝わった、伝わった、伝わった、なんかね、ファンレベルってのがあるんだよね、それが10以上の人しか入れないってこと、合ってる？正解？ピンク仮面さん、お茶ありがとうございます。ファンレベルがどうやったら上がるんか分からない、だってタラちゃんさん、おにぎりありがとうございます。ソファの裕福、よく見てくれる人がこんなにいるよ的なやつか、あーなるほどね、勝手になるのそれって。ちょっと不思議だけどね、よくわからないね、リフトたくさんのやつでした、あー理解理解、1位との差少し縮まった気がする、だってでも確かに56でも向こうは100いってるね、すごいな、まあそうだよね、すごいよ、縮んだ、みんなのおかげです。レベル20どこじゃ、100だ、100だよ、100、びっくりした、755から通知来た、あ間違えた、そうだね、でももう明日で終わっちゃうからね、早いよね、早いよ、20本当は25なんだ、ランキングも13位、 WY さんありがとうございます。12位、カラさんありがとうございます。11位、おひまさんありがとうございます。10位、しおちゅうさんありがとうございます。9位、ハラチョンさん、ありがとうございます。8位、タラちゃんさん、ありがとうございます。7位、ムラシャンさん、ありがとうございます。6位、ヒロヒロシさん、ありがとうございます。5位、ヒロユキニンさん、ありがとうございます。4位、ニャコさん、ありがとうございます。3位、カッチーさん、ありがとうございます。2位、ダメチンさん、ありがとうございます。そして1位は、ジュンくんアットマーク、モリウンボックスさんでした。ジュンくんさん、ありがとうございます。ジュンくん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。中学校のやつ分かったらって、あ、分かってない、それまだ。あれ本当出てこない、どうしよう、ありがとうございました。次は4時から4時、次は4時からなんですけど配信、ぜひそれも見てくださいということで、
とりあえずそう、マッサージ前配信、マッサージ配信じゃないよ、マッサージ前配信ね。とりあえず次は4時からなので4時から見に来てください。それではまた後でです。みんな鼻水あれしたい。バイバイ、また後でね。バイバイ、またね。今日一個もご飯食べてなくて、ほんなら食べてたらちょっと遅れました、すいません、本当にすいません。ダメチンさん、面白いわね、ありがとうございます。イサさんもハートありがとうございます。鳥さんもハートありがとう。明日はみんな8時からするよ配信、忘れないでね。8時、そのちさんハートありがとうございます。にゃんこさん、なじちゅうしてありがとうございます。ゆうわさんハートありがとう。みんな明日8時だからね、今日とかみたいに早くないからね。もふもふカベットさん流れました、ありがとう。お昼配信いいかな。そうだね、でも明日は夜ですしメイクもしてます。おひまさんハートありがとう。ヒートテックになりました。ピンクカメラさん、おにぎりありがとうございます。勉強しながら配信見てていい、だってもちろん偉いね、勉強とか。さっきより眉毛上がってる。え、そんなことある嘘ピンクカメラさん、ピカピカありがとう。谷丸さんも、おにぎりありがとう。じゃあここで私のお気に、最近のお気に、 WY さんピカピカありがとうお気に入りのゲームをみんなに教えたいと思います。それは WY さん、だるまありがとう。マーボーさんも、おにぎりありがとうございます。ジャッキーさんは、うわだってミルクお茶ありがとうございます。それはですね、これです。え、スイカゲームかな、合ってる合ってる。今やったらっていいよ。まあこういうのは端に、これもちょっと画面越しにやってるのすごくないって。私のね、すっごいこれ3038、
でも3000いってるのすごくない？変なとこにやっちゃった。いや、いってる。ほら、DM バンされないって。え、本当だ、怖い。されるね、やめとくよ。ひろひろしさん、お茶ありがとうございます。メイコブチャさん、食パンありがとうございます。ムラちゃんさんも結婚してありがとうございます。これね、最近やってるんだけどさ、なんか下手くそなんだよね、めちゃくちゃ。みんなはどうって。でもこれめっちゃめっちゃ無心でやってる。やんないよね。みんなは何をやるの？みんなの世代はあれか、どうせあれでしょ、北斗とかでしょ。違う。何回スイカできたことある？数えきれないぐらい。違う？みんなの世代は何をするの？普通に気になる。今はね、私スイカジーム本当に下手くそだよ、マジ死ぬほど。ピンクカメラさん、おにぎりありがとうございます。だってもう今の時点でこう下手くそすぎ。ミーのマリオやってた。パンケーキ詰め上げるやつにまたハマる。ね、待って、懐かしい。それ私もやってた一時期。動物タワーみたいなもんでしょ。でもね、これはね、まあ賞味大丈夫、やんなくても。本気ね、おすすめするのはガーデンスケープスってやつ。それはどんなのかっていうと、こんな感じのやつです。なんかよくある広告とかで出てくる感じのあのゲーム。シューティングゲームって何？これはね、どういうゲームか。デザインがいかにもぽいだって。絶対言うなよ、そんな。なんかもうこんな感じ、チラッと見せる。こんな感じ、こういうのを本当に暇な時はやってんね、ずっとね。嫌よね、ゲームする人。どう？結構こういう感じでゲームしちゃうんだよね。マクレナスさん、バラありがとう。高額のゲーム本当にやってる人いるんだって。そう、私のような人はみんなやってると思う。いや、私さ、
急に話変わるけどさ、 MBTI 診断みたいな、みんなやったことある？ MBTI ないかな。白眼鏡、お茶ありがとうございます。やったことある。私さ、やったことあるんだけど、自分が何か忘れちゃったんだよね。だからちょっと今ここでやっていい？みんなに聞きながらいきます。こういう感じであるので、何が分かる？なんかいろいろあるんだよね。 INFP とか ESTP とかで、なんかそれで自分の性格とかが分かるみたいな。チキンカツさん、お茶ありがとうございます。公式欲、取り欲で配信できないゲームあるか注意だって。そうなんだ、ありがとう。知らなかった、教えてくれてありがとう。でこれはちょっとみんなと今やる、いきます。定期的に新しい友達を作る、だってこれですね、作らないんですよね。これ私定期的な友達作らなくない？なんか私幼稚園に見えて、私友達作らないと思うんだよね。だから同意しない。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす、だって。ワンタンメンさん、ピカピカありがとうございます。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす、どういうことどういうこと？なんか面白いなって思ったこと、探求って何？なんで探求するん？に多くの空き時間を費やす、同意しない。あ、ハマることに質問が難しい、それね、わかる。あきさんさん、食パンありがとうございます。なるほどね、ハマることに多く、でもハマるもの、制限時間あったはず。え、ないよ制限時間。好奇心は、そんなことない。他の人が泣いてるのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。それはさ、の時と場合によらない？この質問、ユンユンさん、ハートありがとうございます。それ時と場合によらない？例えばなんだろうな、なんか喧嘩して、友達同士で喧嘩してて泣いてて、それを旗から見てるだったら全然泣かないしみたいな。でも泣くと、泣いてて泣く時もある。だから分かんないね、こういう場合は真ん中を押せばいいのかな。大海岸って何？ちょっと待って、漢字の読み方は絶対合ってないよね。大海岸。ピンクメオさん、ジジありがとうございます。大海岸、大体案、ごめんなさいね、バカで。大体案の大体、ん？大体案の大体案を考えることが多い。え、どういうこと？これはどういうこと？教えてみんな。大体案の大体案を考えることが多い。これはどういうこと？西くんさん、
パンありがとうございます。あー、でちょっとレイで出してもらっていい？レイで。西くんさん、ミルクありがとうございます。カッチーさん、星ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、釣りでも大体、あ、釣りじゃない、前に本当にやったけど、それもなんか友達とに聞きながらやって、みたいな。ちょっとなんか声が聞こえるね、ごめんなさいね。西くんさん、ミルクありがとうございます。お茶もありがとう。カッチさんも星ありがとう。もしホテルに住めなかったら家に持ち帰ろうと。めっちゃわかりやすいな、それ。それめっちゃわかりやすいの。それそういうことでしょ。え、なんかもう例えば、そうだな。それはさ。それもさ、時と場合によるくない？なんかでも、どうだろうな。なんかでも人に、なんか大体私の友達とかだと、え、それなんだろうな、個人でってことだもんね。え、どうしよう、なんだろうね。普通に個人でって感じだもんね。もふもふカフェとつながりました、ありがとうございます。こんなさ考えるもんじゃないよね、絶対に。悩みすぎている、さすがに。じゃあ真ん中のその同意するの近い方に、真ん中の一個先。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。大丈夫。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。プロジェクトって何？課題？一つのプロジェクト終わらせてから次のプロジェクト始めるのが好き。なるほどね。そもそも完全に終わらすことができないからな、私。企画してることか。やばい、こんな悩むことある？こんな時間使う？普通。どうしよう。そう、どちらかというと貯めていくと思うんだよね。だから完全に終わらせてからじゃない、同意しないの。
自分はとても感傷的だ。何感傷的って、もう全部聞いてる。感傷的って何？感じるに傷つく。感傷的。すぐ感情移入しちゃう。メンタル弱いってこと？違うか。エモい、ざっくりすぎやろ。涙もろいとか、ああなるほどね。真ん中の左猫にしとくね。なんか完全にそうとは言えないからさ。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好きだって。別に好きっていうか、あでもなんかさ、前さ予定のさなんかノートみたいなわざわざ買って、そこにボールペンでこの日は何がある何があるって言って書いて、ボールペンでそれをよくカバンに入れてとかっていうのが好きだったってことは同意するか。でも今は別にだけど、あのスマホの予定のアプリ使ってるけど、好きというか忘れちゃうからそうしてるのであって、まあどうしたらいいの。まあ好きでいいな。じゃあまあ好きにしておくね。だからじゃあ真ん中の2個。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまうだって。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。別に疑わないかな。些細なこと間違えるでしょ。別に疑えないね。うん。だから同意しない。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。自分が興味のある人のところに行って話しかける。興味のある人、うん。興味がある。この人面白そうだなって感じでしょ。同意するの一個右にしとこう。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。うん。次、自分の心より自分の頭に従うことが多い。あ、これはどういうことですかね。弟くん声すごいだって。なんかすごい響、なんか通る声してるよね。頭で考えるより感じる的な。そうだよね、こういうのは直感でだよね。まもるさんありがとうございます。自分の心より自分の頭に従うこと。
頭に従うかな。日暮さんありがとうございます。なんか同意する。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。これはね、日暮さんありがとうございますって言ったっけ。まあ何回言ってもいいですか。目原さんおにぎりありがとう。これはね、同意する。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。会う人に好印象を残すかどうか。滑った朝食パンありがとうございます。これは同意しない。気にするかも。いやさ、人によるな。それめちゃくちゃ人によらない？まあいいか、同意しないだ。グループで何かをするのが好きだって。うん、好き。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。結末を自由に解釈、いや自由に解釈したくない。自由に解釈したくない。ちゃんとして、もうあってほしい、ちゃんとした答えが。ゴールデンレベル57さん、ハートありがとうございます。ひなこの美貌さん、ハートありがとうございます。そう、真実は一つにしといてほしいから、結末を自由に解釈できる本が好きだから同意しないで、ね、自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援すること、いや周りの人が何かをやり遂げることを応援するのも幸せだと思うけど、自分がやり遂げた方が幸せじゃない？だから同意しないだよね。もちろんそれも幸せだと感じるけど、それよりも自分が何かやり遂げた方が幸せ。どっちも幸せだけど自分の方がみたいな。みたいな感じなんだけど。だから同意しない。いろいろなことに興味がありすぎて、次に何に挑戦するか決めがたい。これはピンクカメラさん、食パンありがとうございます。いろいろなことにまず興味がないから、みなこのみばさん、ミルクありがとうございます。お茶もありがとうございます。うん、いろんなことに興味がありすぎて、次何に挑戦するか決めがたい。なんか別にそのことは同時じゃない。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。そうかも。同意する。複数人で何かをするとき、リーダー的役割を避ける。え、これさ変わったんだよね。中学校とかはもうさ、そういうリーダーみたいな、学級委員長とかやってたからのあれだったから、そこの男子みたいな。感じだったけど、別に今はそんなことないかも。だから、ひらきにさん、くまちゃん、ありがとうございます。だから、複数人で何かをされたリーダー的役割避ける。うん、同意するだね。そう、ちょっと男子みたいな。
生前コメント書きましたって、ありがとうございます、嬉しいです。台湾さんハートありがとうございます。そう、そこの男子は嫌な女子だよね、わかる、嫌だよね。次、芸術的なタイプでは全然、芸術的ってなんだ芸術的ってなんだ、芸術的だって。だからさ、芸術的なタイプ、何芸術って、芸術的なタイプどういう系だ、なんか違う気がしてるんだけど、そんなことない、芸術ってちょっと変わってる的な、あ、本当？音楽や美術は好きかどうか、あ、好きじゃない、好きじゃない、美術とか好きじゃないもおかしいね、興味があまりない、センスもない。フローマンさん、あ、ありがとうございます。だから芸術的タイプでは全然ない、同意するね。人々が感情ではなく理性に頼ればもっと良い世界になると思う。何、感情ではなく理性に頼る、理性って何、やばくない、何も分かんなくない、頭で考えること、あー、じゃあ心ではなくて頭に頼ればみたいな感じ、患者で動く前に考えておく、あ、うん、同意する。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き、やらなければいけないことをしてからん、でもそん、うん、ワイマンションさん、お茶ありがとうございます。やらなければいけないことをしてからリラックス、別にそのやらなければいけないことをしないといけないのにしてない時のリラックスしてるのも好きなんだけどおかしいよね私って。でもまあそうかも、やらなければいけないことをしてから、はいだよ、好きだよ、やらなければいけないことしてから、だからまあ同意するの一個見にしとくね。人が口論するのを見るのが好きだってはい、注目を浴びないようにしている。私ね、これどうなんだろう、結構目立ちたがりなんですよね、ちっちゃい頃から、だから同意しない。とても急に機嫌が変わることがある。そんなことないかな、だからそんな、どういうこと、とても急に、それはでも、あ、あるって、あるか、真ん中の一個左にしとこう。自分より効率悪い人だと我慢できない、はい、ギリギリ最後にやっと何かすることが多い、はい、死後について以前からずっと興味がある、別に興味どうなるんだろうみたいなのもあるけどね、みんなもそうじゃない、別に興味はないけど
考えどうなるんだろうみたいな考えるかな。まあ真ん中の左にしよっか、左ぐらい。一人でいるより人と一緒の方が好き。はい、議論がとても理論的になると退屈に感じた、興味失ったりする。はいそう、どうなるんだろうくらい。別にそんなそこまで、自分とは全然違う経験した人の気持ちを理解できる、難なく理解できる。ん？何もあるの？でもね、もう多分もうちょっと今でまだ 53% 答えてる。自分たちが全然違う気持ちじゃないけど、人の気持ちは分かる。うん、でもま真ん中の左一個にしとこ。いつもギリギリ最後まで結論を下せる。はい。一度決めたらその結論を疑うことはほとんどない。いやでも、あっちにしときゃよかったのかなってさ思うってことはさ、ちょっと疑ってるよねってことだよね。っていうことでしょ。違う、やっぱりってなるってことは疑っちゃって。そうだよね。だから真ん中の同意しないの1個。とても疲れる1週間過ごした後はにやかな社交の場を楽しみたい。だってえ、うん、寝たい。何歳ですか？20歳です。ちょうど20歳。そこの診断では私の本性が分かっちゃう。その通り。次、美術館が好き。 TC ライダーさん、ミルクありがとうございます。動物館、間違った、動物館やば。美術館に行くのが好き。どういうじゃない。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。うん、そんなことないよ。わかる。だから、難しいとよく感じる。同意しない。日々のやることリストを作るのが好き。同意しない。不安をほとんど感じない。同意しない。電話もかけないようにしている。同意する。電話かけない、かけない。自分と違う考えを理解するとよく多くの時間を費やす。別に多くの時間費やさないの。だから同意しない。友人間でまず誰かに連絡し何か提案するのは自分でやるもの。いや、これも救急車、それはさ、よくない？救急車はとか、救急車だから、友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分でやる場合が多い。そんなことない。なんかいつも大体友達は考えてくれるだから同意しないだよね。だから計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ。わかんない。これ真ん中、ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。うん、はい、これはこれはもうわかるでしょ。これははいだよ。人生の意味や人間が存在する
理由について考えることはほとんどない。人生の意味や人間が存在する理由について考える、人間が存在する理由についてか、うん、ないや、考えない。感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。あー、なるほどね。感情にコントロールされているね。誰かに被害誰かに被害あってもその人が周りに悪く思われない。ちょっとすいませんね。誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私は、あー、誰かに非があってもその人が周りに悪く思われないように私は細心の注意払う。これはさ、土地と場合だよね。なんかこっちにしたこと多いしね。仕事のスタイルはきちんと着実に努力する。これ最後じゃない。仕事のスタイルはきちんと、最後のページ、MBTIC の下、仕事のスタイルはきちんと自然発生するエネルギー爆発の連続。どういうこと？仕事のスタイルはきちんと着、また55分になったランキング読まないってなんだけど。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するでなく自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。何を言ってんだこれ。同意する。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間かかるか考えてしまう。うん、別に考えない。ほぼいつも一人で作業する。仕事に就いたらいいと思う。そんなことない。友達としてもふもふカベットさん、流れ星さん、ありがとうございます。おひまさんもハートありがとう。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。はい。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいてにぎやかな雰囲気の方が好き。はい。うん、ちょっと待って。静かな隠れ家のような場所で人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。それもっと人前によらない。一目見ただけでその人の気持ちが分かる。一目見ただけじゃ分かんない。もう話してて分かるよね。でも賑やかだとうるさいなって思う時もあるじゃん。真ん中の一個左にしとこう。あ、これさ、次が最後のページだ。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。重圧って何？はらちゃんさん、おにぎりありがとうございます。ああ、なるほど。うん、プレッシャーね。これはまあ、あっちあっち、一つ一つ順序を追って念入りにことを全うする。別に真ん中の一個左にしとこう。賛否両論って言われていることにとても興味がある。ない。自分より他の人の方が自分より他の人の方が必要としているならいいチャンスを逃す。自分より他の人の方が必要としている、どういうこと？
自分よりこの人の方が向こうは欲しいってなってたらってこと？合ってる？締め切りを守るのが苦手。はい。物事はうまくいくだろうと自信がある。ちょっと。あとこのその質問だけ。その自分より他の人の方が必要としてるならいいチャンスも逃す。どういうこと？自分より他の人の方が必要としているなら。私も今やってみたらこの前と結果変わったね。変わるよね。学級委員とかの役目で自分よりあの子の方が当てはまってるなって。あーうん、しないそんなこと。だから同意しない。あ、やった結果が出ました。なんだと思う？変わってる。待って、変わってるんだけど。待って、変わってるんだけど。え、変わった。言っていい？私 ISTP だって。びっくりなんだけど、前やったらなんか ESTP みたいな。あ、待って、ランキングも。13位マーボーさん、ありがとうございます。12位ムラシャンさん、ありがとうございます。11位メバルさん、ありがとうございます。10位スベッターさん、ありがとうございます。9位ワンタンメンさん、ありがとうございます。8位モフモフカーペットさん、ありがとうございます。7位 WY さん、ありがとうございます。6位ひだこの美貌さん、ありがとうございます。5位にちくんさん、ありがとうございます。4位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。3位かっちーさん、ありがとうございます。2位にゃんこさん、ありがとうございます。そして1位はダミチンさんでした。ダミチンさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとこの MBTI 時代やってたらめちゃくちゃあれだったな。時間かかっちゃった。ということで、今日も見に来てくださってありがとうございました。私は ISTP らしいです。おかしいな、絶対違うんだけど、深く考えすぎちゃったかも。それでは明日は夜の20時からやります。最後、最終日、明日が最終日なので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。明日はちゃんとこんな顔じゃなくてメイクしてると思うんで、また来てねって。また明日ね。今からマッサージだよ。それでは夜の8時ね、20時。それでは今日もありがとうございました。たくさん、みんな大好きだよ。それではバイバーイ、またね。